ご来賓の皆様こんにちはルーマニア出身のミハイスクンピエルと申します本日はこのような形で皆様の前に立って日本語でスピーチをする機会をいただき大変光栄に存じます、えー、さて本日は欧州環境政策政策と日本企業にの対応について 簡単にご説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。現在世界における環境政策とりわけ企業活動に影響を与える環境規制は規制 <laughs> のえ与える環境規制は世界的な 調理を理解するためには欧州の動向,動向を抑えておくことが必要でありますそれは欧州環境規制が事実上および制度上の世界的な標準となりつつあり世界的な標準となりつつありグローバルな欧州市場だけではなくグローバルなビジネスに大きな影響を与えているからであります 英国の大手コンサルの最新のデータによれば、欧州の環境規制は、世界のなんと半数以上も占め,占めていることを皆様はご存知だったでしょうか。環境規制となると、日本企業においてはいかに法令ができてからいかにどのように対応するか。 といったコンプライアンスの側面のみに焦点が当てられているようです。そしてさらに言えば、事業戦略やマーケティングと切り離して考えられているという印象を受けることが多いです。しかし、欧州企業の事業戦略の面において目にするのは、自社のビジネス展開上、 規制が必要な部分はどこか、自社の環境ビジネスの後押しするためには、どのような規制設計が望ましいのか、あるいは規制に対する動きを先回りしてリスクを捉え、効率よく対応を行うことで、競争優位を確保できるかといった発想です。 これらのことが示しているように欧州法律との捉え方が企業間のダイナミックな競争を生んでいます日本企業が対応を行う際の参考として次に欧州環境政策の特徴やインパクトを簡単にご説明いたしますそして最後には 賢く遵守を行うための助言をいくつかご提案させていただきたいと思います欧州環境政策は大きく言って四つの特徴がありますその一つ目が製品のライ,フライフサイクル全般に対する規制であるということです近年の欧州の環境製品規制はライフサイクル全般を対象としています それは、資源採集から製造、組み立て、販売、使用、廃棄といった各工程にわたって、かん関係する担当者すべてに環境負荷の低減を求める規制がの考え方です。 その例として一番典型的に挙げられるのがエコデザイン指令です。まあ、これの対象として皆様に例を挙げるとすれば例えば皆さんが間近に使われているテレビや、まあ、エアコンなどが対象に入っております。2つ目の特徴ですが企業側自身が立証責任を負わされるというところです。法欧州の法律は 先ほど申し上げましたように、曖昧な部分があります。そしてわざと曖昧にできています。法律として、どのようにそれを正しく解釈して、適合宣言、C マーキングなどを個社でやるのかという判断は各社に任されています。このアプローチは 確かに規制の、規制の中で規定を細かく行,い行わないことによって、メリットはあるものの、企業側によっては解釈の余地が大きくなるので、非常にコストや時間の捉え方、コンプライアンスなどが大きな課題となります。3つ目の特徴ですが、これは、欧州環境規制が世界標準であるということです。 欧州環境規制は他の地域と,とも比べて理念原則が先行する傾向があり先駆的な内容のものが多いですこのような先駆性こそが事実上または制度上欧州規制を世界標準としているのではないかと私は考えますそして最後の特徴ですが EU, EU レベルで制定される規制は必ず欧,欧州加盟国27か国によって国内法に施行されます。例えば、EU の指令の場合、各国が国内法を制定し、規則によっては上乗せをする場合もあります。この各国の規制に対する解釈の違い、 言語の違いや各,各,各国のシステムの違いこそが大きな遵守の対応を難しくしています。法令遵守が日本企業を滅ぼすと最近は日本でも言われていますが、最後,最後に欧州、欧州規制に効率よく対応し、 競争力をを上げていいいくたための助言を2つしたいと思いますその1つ目が、積極的にロビング活動をすることです。それは、規制が法定されて動くのではなく、もしくは対応するのではなく、立案過程の時からすでに対応,の対応して働きかけをすることが必要です。2つ目が グレーゾーゾンの解釈と根拠づくりです法律の曖昧な部分を法規制の特徴やインパクトに照らし合わせて自社なりの解釈というものを作り出していく必要が不可欠ですまあこれを私はスマートコンプライアンスと呼んでいます以上のように私が考える EU に対する EU 規制に対する対応は、規制ができる前、いわば規制が立案の段階から始まっているということです。このことを念頭に置き、コンプライアンスを事業の戦略の一つとして捉えられるようになれば、日本企業の競争力につながるのではないでしょうか。以上ごご清聴ありがとうございました